辛いか、楽しいか、違いは考え方だけ。今、辛いですか、楽しいですか。今の状況を、辛いと感じるか、楽しいと感じるか、その違いは何でしょう。辛い現実があるからですか、楽しい現実があるからですか。いいえ、違います。現実をどう見るか、どう考えるか、違いはそれだけです。どんな現実でも、イライラして愚痴を言っていると、辛くなり、どんな現実があっても、いいことに目を向けて、感謝すれば、辛いことさえ、楽しくなります。不幸と思うか、幸福と考えるか、それは考え方次第です。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。私は、YouTube で、政治に興味を持ちました。YouTube なら政治がわかる、議員がわかる。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。スマホは動画右下の下三角をクリックすると説明欄が開いて URL をクリックできます。